物買ってきますね。おお、やば、やば、やば。めっちゃだ。お大将、これがね、お仕事、座り仕事、立ち仕事。あ、座りです。あ、だったらね、こういう風に当たってる、座り続けるので、あのここはね、圧迫されて腰に上がっていったりとか、肩こりに上がっていったりするんですね。そこ。ここ。確かに、だって全体重が、はい、ここにかかりますからね。ここにずっとかかってるから。そういうことなんですよ。あ、でもさっきよりはマシになってきたでしょ。あ、と思いたいんですけど。いや、マシになってきてますから。なんか押されてるとこがめちゃくちゃ熱いんですけど。熱いでしょ。なんか、ズボン燃えてません？大丈夫です。めちゃくちゃ熱いんですけど。ズボン燃えてません。燃えてません、はい、残念ながら。めっちゃ熱い。気持ち悪かったりしたら言ってくださいね。あ、はい。でも足だいぶ軽いでしょ、左足とかも。あ、軽いですね。確かに右に体重かけて座ったりとかにしちゃうんですよ。多分それかな。
右に体重かけて座るってどういう座り方？なんか、はい、斜めに座る。斜めに座るね。痛みつけてるだけですから楽しいですよ。